エドワード・シアガエドワード・フィリップ・ジョージ・シアガは、ジャマイカの政治家、同国首相、ジャマイカ労働党党首、イギリス数密ン議員などを歴任した。1930年5月28日、シアガは、レバノン系ジャマイカ人の母アーナとスコットランド系、ジャマイカ人の父、フィリップ・ジョージのもと、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンに生まれた。シアガの両親は、 生後3ヶ月の時、ジャマイカに戻り、同年12月5日に、キングストンの聖光会協会堂でシアガを受選させた。若き日のシアガは、キングストンとセントジェームズ教区の小学校に通い、キングストンのウォルマー高校に進学した。その後、ハーバード大学に入学し、1952年に卒業した。1958年、レコーディングスタジオ、 レコードレーベルであるワールをキングストンに設立し、プロデューサーとしてメントヤスカなどのジャマイカ音楽を欧米に紹介した。同レーベルから1959年に発表されたヒックスウィルソンの R&B 楽曲マニーオーはジャマイカ音楽産業における最初のヒット曲となった。1968年、政界での活動が多忙になったなどの事情により、シアガはワールを バイロンリーに売却、リーは後に、ワールを、ジャマイカの二大レコード配給会社の一つである、ダイナミックサウンズへと成長させた。1959年、独立準備議会上院の立法会議のメンバーとして、政界入りし、持てるものと持たざるものをテーマにしたスピーチで評価を得た。1962年に、ジャマイカが独立し、アレクサンダー・バスタマンテ政権は樹立すると、保険、 開発大臣に就任。また、1967年に樹立した、ヒューシアラー政権では、財務大臣として活躍し、1974年には、JLP の党首に就任した。政界入りした党首をシアガは革新派と目されていたが、JLP 党首就任以降はより保守的な立場を取り、マイケル・マンリー率いる民主社会主義政党人民国家党に対抗した。さらに、 シアガは自らの選挙区であるトレンチタウン地区にもほど近いキングストン市、チボリガーデン地区のギャング、シャワーパシを支援したため、1970年代のジャマイカでは両党の支持者の間で内戦に近いテロの応酬が激化した。特に1978年前半から1980年10月30日の総選挙まで続いた。 選挙戦は889人の死者が出る過熱なものとなった。シアガと JLP は、この総選挙において、防キサイトへの関税撤廃やジャマイカへのアメリカ軍駐留を認めるなどの極端な反キューバ、新米政策への批判があったにもかかわらず、57%の得票を集め、ジャマイカ大議員60議席中51議席を獲得する圧倒的勝利を得た。 翌1981年初頭、シアガは新たにアメリカ合衆国大統領に就任したロナルド・レーガンと会談した最初の外国首脳の一人となった。アメリカの後ろ盾を得たシアガはバルバドス首相、トム・アダムスと共にカリブ海地域における主導的立場を得ることに成功。キューバに亡命したジャマイカ人犯罪者に対しキューバ政府が政治亡命者として 保護を与えたとき、シアガはこれを非難したが、一方でキューバとの国交断絶を一年遅延させ、解決に当たった。1983年10月、グレナダにおいて、軍事クーデターが起こった際、シアガは、アメリカ軍を中心としたグレナダ侵攻を支持し、ジャマイカ軍を派兵した。また、同年12月、グレナダ侵攻の背後で総選挙が行われたが、 野党 PNP はこれをボイコットした。そのため JLP は大議員の全議席を独占することとなったが、憲法において議会は反対勢力を置くことが義務付けられていたため、シアガワ8人の野党議員を元老院議員に任命した。しかし、シアガワ公約であった防機サイトの関税撤廃を早期に実行できなかったことから、アメリカの支持を失い、国内での支持率も急落した。 アメリカのメディアはシアガをバッシングし外国人投資家はジャマイカから離れた。1987年と1988年には暴動が起こりマイケル・マンリーの人気が高まった。また、1988年に島を襲ったハリケーン・ギルバートの被害への政府の無策がさらなる不満を呼び、翌1989年に行われた総選挙においてシアガの JLP は 敗北を喫することとなった。総選挙敗北後も2005年1月まで、シアガは JLP の党首であり続け、何度か首相返り咲きを図ったが、その後3度の総選挙においていずれもマンリーの後継者である PJ パターソンの前に返り討ちにあった。1993年の総選挙における大敗と、1997年の総選挙における わずかな改善の後、2002年に行われた総選挙では、勝利に肉薄したが、すでに恒例であったこともあり、2005年、74歳の時党代表の座をブルース・ゴールディングに譲り、西インド諸島大学モナコーのシニアリサーチフェローに就任した。2019年5月28日、89歳で死去。1965年から1996年の、 間、シアガは1964年のミスジャマイカであるマリー、ミスティ・コンスタンティンと結婚していた。夫婦は、アナベラ、アンドルー、クリストファーの3人の子供を育て上げたが、意見の食い違いを理由に、熟年離婚した。しかし、翌1997年に別れより30歳も、若いカーラ・バンドリエスと結婚し、2002年、彼が74歳の時には、娘、 ガブリエラを得た。ロイド・ブラッドリー・チョ、高橋水穂役、ベース・カルチャー・進行・ミュージック、2008年、62から63ページ、ポジョー・レメディ・フォー、ポッセ、インターナショナル・ドラッグ・カーテル・イントロント・ SNORTHWESTEND-NATIONALPOST.com、2010年5月7日、2010年6月1日、閲覧。 エビー・ハワード・キャンベル、b e, e, e l e l 1 9 7 0 s f l、e、a s h b a c k t h e 1 9 8 a g e n e r a l e l e c t i o n j m a i c a n g l e n e r c o m e d w a r d s e ー g a b i t c h r e e t h e g u a r h t t p s w w w t g a r d i a n c o m w o r l 2019メイ28エドワードセアガービッチリー2019年5月29日閲覧ありがとうございます